次回は人としてももっと成長することと、まあ、選手としてはもっと相手にとって怖い選手になれるようにもっと自分の特徴をどんどん出していきたいと思います。最後一つ質問いいですか。はい。最後の最後に出場してワンアシスト、これ劇的ですね、誕生日に。こういうことありました今まで？いや、あんまりないです。最高の誕生日になりますね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。